楽園のこちら側は1920年出版の小説 F. スコット・フィッツ・ジェラルドのデビュー作ルパート・ブルックの詩ティアレ・タヒチの一行がタイトルとして用いられ第一次世界大戦後の若者の生活や倫理観が詳細に描かれた作品主人公のエモリー・ブレインは魅力的で文学をちょっとかじったプリンストン大学の学生この小説は強欲や 出世競争によって歪められた愛の探求がテーマとなっている。1919年の夏、わずか1年に満たない交際期間の後、ゼルダ・セイヤーは当時22歳だったフィッツ・ジェラルドとの婚約を破棄した。一夏の間アルコールに溺れたフィッツ・ジェラルドは、その後、ミネソタ州のセントポールの家族のもとへ戻り、もし小説家として成功できたら、 ゼルダを取り戻そうという期待を込めて本書を書き上げた。プリンストン在学中にフィッツジェラルドは未発表小説のロマンチックエゴイストを執筆し、80ページのタイプ打ち原稿だった当作は最終的に楽園のこちら側となり完成を迎えた。1919年9月4日、フィッツジェラルドは手書きの原稿を彼の友人シェン・レスリーに渡し、 その原稿は、ニューヨークの出版社、チャールズ・スクリブナーズ・サンズの編集者、マックスウェル・パーキンスのもとへ届けられた。スクリブナーズの編集者たちはほとんど原稿に興味を示さなかったが、パーキンスは原稿を受け取り、そして9月16日に正式に採用されることが決まった。フィッツ・ジェラルドは1日も早い出版を望んだものの、出版は翌年の春まで見送られた。にもかかわらず、 作品が採用され出版が決まると彼はゼルダの元を訪ね、二人は再び交際を始めた。そして彼の成功が目前に迫った頃、ゼルダは彼との結婚を受け入れた。楽園のこちら側は1920年3月26日に出版され、初版の3000部はわずか3日で売り切れとなった。初版の出版から4日後、 初版が売り切れた日の翌日の3月30日、フィッツジェラルドはゼルダに、その週末に、ニューヨークに来て結婚しようと電報を打った。出版からわずか1週間後の1920年4月3日、ゼルダとスコットは、ニューヨークで挙式した。1920年と1921年の2年間で12回の、重版を繰り返し、合計49,075部を売り上げたものの、 フィッツジェラルドにとっては大きな収入にはならなかった。最初の5000部までは一部あたり10%に当たる1ドル75セント、それ以上は一部あたり15%の印税を得たが、1920年の彼のこの本による収入は計6200ドルだった。しかし、その成功は今や有名人となったフィッツジェラルドにとって短編を書くよりもずっと高い収入だった。 本作は二つのパートで構成されている。ほとんどの登場人物は直接フィッツジェラルド自身の人生に関わりのあった人々である。楽園のこちら側には異なるスタイルの表現方法が用いられている。時に虚構の説話的に、時に自由史のように、時に文学劇のように、エイモリーによる文字や詩が散りばめられている。実は、 本作のこの異なるスタイルの混ぜ合わせは、フィッツ・ジェラルドが以前の作品であるロマンチック・エゴイストに未発表であった様々な短編や詩を継ぎ足そうと試みた結果である。三人称が二人称に切り替わることもあり、本作が彼の半自伝的作品であることをほのめかしている。外して本作に対する評価は熱心である。シカゴトリビュートのバートン・ラスコーは、 これは天才だと思わせるものを本作は持っている。現代の青年や若い世代のアメリカ人を知ることができる唯一の適切な研究文献であると述べている。また、HL メンケンは楽園のこちら側は最近読んだアメリカの小説の中で最高の作品とも述べている。しかし、本作に満足しなかったのがプリンストン大学の学長であったジョン・グライアー・ヒベン。 出会った。我が校の若者たちが単に社交クラブで4年間を無駄に過ごし、計算高く俗物根性の精神で生きていると考えるのは耐えられないと述べている。ありがとうございます。